少し季節外れですが、本州最北端の町大間崎に行ってきました。その理由については後で説明しますが、シーズン中と比べると観光客はまばらです。 On the white sandy shore of a small island far in the eastern sea, weary of weeping, I play with clouds。 この歌詞は岩手県出身の石川啄木が向かいの弁天島で遊んだ時に読んだものです。それでも観光バスが着くと、そこそこ観光客が降りてきました。さてこの時期9月に大間に来たわけですが、7月8月はマグロは禁漁で上がらないのです。9月になるとマグロ一本釣りの生の本マグロが上がってくるのです。そのマグロを食べるために9月にここに来る計画を立ったのです。このツヤの良い刺身を見てください。店の外にはマグロのかぶと焼きがありました。聞いてみるとこれが今食べたマグロの頭だということでした。昼食を終えてフェリーターミナルに来てみると、そこにはたくさんの漁船が休んでいました。大きな就業灯をつけているので、イカでも取りに行く船なのだろう。これが去年運航の廃止か継続で大いに揉めたフェリーです。料金は少々高くなったけれど、とりあえずここから1時間半で北海道に行ける手段が残ったのでよかった。